徳川二代将軍秀忠の子として生を受けながら、双子であるというただそれだけの理由で武蔵野の野杖に捨てられた数奇な運命に流されてさすらう秋月六郎太、そして同じ発酵な運命をたどる我が美しい母と子、それは豊臣秀頼の妻蓮子、その忘れがたき秀也。一方は徳川の子と生まれながら徳川の世に入れられず、片や追われる豊臣の残党と立場は相反しても、相似た運命の二つの井戸がくしくも一つの流れとなり、恐るべき渦の中に巻き込まれている。おしまいになるのですか。さっきも言ったはずだ、俺はいつも一人だ。でも恐ろしゅうございました。何がだ。六郎太様の目、闇の中でキラリと光って私を見据えた六郎太様の目、まるで刃の切っ先を浴びせられたような気がいたしました。多分生まれをしてから今までの俺の明け暮れがそうさせるのだろう。おお、山百合が咲いている。あの傷ついた親子のしばしの慰めにはなるかもしれん。何を話しておられたのです。山百合です。え、本当はあの方心の優しい方。あいやいや、今日もそのいい天気になりそうだな。何を一体祈ってもらえた。今日中には必ず姫宮様に巡り合うことができますようにと。そう、巡り合える。必ず巡り合えるよ。もしもう二度と巡り合えないとしたら、私は佐々木さん、頼むからそんな悲しそうな顔しないでくれ。佐々木さんにそんな顔されると、この千里運転、心の中が
かきむしられるような思いがする。笹川さんにはこの俺がついてる。必ず巡り会える。さあ急ごう。教授には探し当てる。さあ女のところにかくまわれている。それを運転に悟られてはまたことが面倒になる。いいか。お疲れになったのです。ゆっくりここで養生さえすればお元気に。じきにお元気になりますからね。このお薬さえ飲めばお母様はすぐにお元気になりますからね。坊主、見なかったか。子供を連れた24、5の女だ。高貴な、見るからに生まれの分かる女性だが、知らんか。おい、なぜ返事をせん。聞こえんのか。どうなんだ、坊主。源吾、構わな源吾。道は一本道。橋がかかってるのはここしかない。必ずこの道を行ったはずだ。急ごう。どけ。おしゃくな。カモン、叩き落として渡れ。おう、やめな。そんな部屋やめてください。カモン、なれ。おのれ。おとなしい枯れ木のような武装に一体何の御用かな。陣屋代官に歯向かったついだ。地獄に仏じゃ。この場は私に任せて御坊は早く。弾けない。セロニーナ、僕も邪魔をいたしたな。邪魔をしたのではない。理不尽な役人風を吹かせているやつと年老いたそう。どちらが正しいかは見るよりも明らか。キレイ、どうしたすんだ。何を言った
誰だ誰だ、何者だ。聞いてるんだ。苦労すると容赦せんぞ。今の男はお前たちの腕では無理だ。差がありすぎる。貴殿は一体。中将流佐々木小次郎。佐々木小次郎、たわけたことを申すな。佐々木小次郎は4年前すでに。その通り。巌流島にて宮本武蔵の計り事のために倒れた。俺はその弟だ。兄に代わって武蔵を討つ。そのために佐々木小次郎を名乗っているのだ。今その格好の相手を見つけた。お主たちに渡すことはできん。戻らねばならん雲行きになってきた。え？薬草だな。はい。母親の方が熱を出して苦しんでおられるのです。きっとお疲れになったのでしょう。疲れもしよう。一日たりとも心の休まる日はなかったはずだ。中に入っている。上がり物が炊く香の匂いではない。あの住まいの奥から匂ってくる。豊臣の血を受け継ぐ忘れがたみとその母親、役人どもが大騒ぎをしてしらみつぶしに山狩りや旅人改めをやっている。あの親子のこと嫌でも耳に入ってくるのだ。莫大な賞金が出ている。ここへは何をしに来た。俺はその賞金には縁がない。ただお主に会いに来た。俺にお手合わせを願いたい。なぜだ。お主の腕は先刻とくと拝見した。先刻、陣屋代官の役人どもと刃を合わせておった。お主かなりの兵法者と見た。その厳しさが全身より輝いて見えた。そのお主と人たち合わせていただけたら。買いかぶるな。俺は名もないスロー人だ。名前などはどうでもいい。ただ強い相手と戦ってみたい。果たして俺の剣が人を切れるかどうか。迷惑だ。それは承知の上だ。
だがそういう相手を一人一人訪ね、そして倒してゆく。今に血を見ますよ。六郎太様の腕を信じるのです。小太郎は六郎太様が敗れるとでも思っているのですか。六郎太様は奥の方が今身動きもできないご病人だと知っていらっしゃるのです。六郎太様のお刀はご病人を守っていらっしゃるのです。敗れるはずがありません。立っての所望とあれば致し方ない。秋ゼミの声はあの世からの迎えの声だ。安心して切られるがよい。秋月六郎太は誰にも切られん。秋月六郎太、お主の中過去帳にしかと書き留めておこう。剣はやはりまだ人は切れんらしい。俺は両親を失ったのもちょうどこの年頃だった。元服をしてくれる血筋の者も耐え、いまだにこの始末だ。言っておくが、後日改めて今日の決着はつける。それまではかすり傷一つつけずにいてほしい。秋月六郎太と申したな。お主を斬るのはこの俺だ。覚えておこう。置きながらみすみす逃がしてしまうとは。寺沢殿、この不始末をご公儀がどう処罰するか分かっておりましょうな。それはもう
ですからこの汚名は必ず注がんものと勝山宮親子の行方を厳しく探索いたしております。まだ二人は領内を出た形跡はありません。領内で必ず親子には屈強な浪人者が一人ついていると聞いているが。浪人者？あの浪人者はその男かも。浪人に会ったのか。桂宮親子はあの近くに。どこだその場所は。私の手の者が先乗りしている。二人の隠れ家を探し当てている。これは獣道じゃない。人が歩いた後、この後を辿っていけば姫宮様にお会いできます。姫の歩いた後かどうかわからんが、こんな山の中へ行くのはおそらく桂宮親子しかないだろう。もう一頑張りだ。大丈夫。何をなさるんですか。出てこい。出てこい。お主の気配に気づかぬ運転だと思ってんのか。さすがだな運転。なぜつけてきた。お主知ってるな。桂宮親子の居所を知ってるな。二人はどうだ。おい、どこにいる。このまま命じゃないぞ。吉兵衛様、相手は女だ。話してやれ。運転、貴様に忍者の掟を思い出させてやっているのだ。目的達成のためには人間の情けの一切を捨てろ。そう教えられてきたはずだ。いつから千里運転ともあろう者が煩悩に取り憑かれた人間になってしまったのだ。話してやってくれ。頼む。目を覚ませ運転。女の命はないぞ。私の命は惜しくありません。運転、私に代わって姫宮様を。周りから煙が立ち上っている。あれは炭焼きの煙じゃない。人の住みそうには思えないこの山中に煙だ。おそらく急げば日が落ちる頃には着くだろう。急ごう。
あの分では当分回復は難しいのでは。どうする気だ、賞金稼ぎ。嫌な言葉だな。旦那に言われるといっそひどく聞こえるわ。図星だからか。いや違うんだけどな。偽りを申すな。偽り？とんでもない。俺はこう見えても。では聞く。あれは何だ？俺じゃない、俺じゃないんだ、信じてくれ。忍者の総落とし目のお出ましだ。朝比奈芸人ご存知で。名前だけはな。何をいたしておるの？朝比奈と、あの男を裏切ったのでは？いや、伊賀者でも一味と言われる千里運転にございます。裏切るなど考えられません。よし、撃て。あの用心棒の注意をこっちに引きつけておけ。ご迷惑をおかけしてしまって。いいえ、六郎太様が外においでになります。お一人で大丈夫でしょうか？鉄砲が六丁。とか言ったな。忍者だろう。逃げんのか？逃げたところで私は捕まりゃ。かといってこのままじゃ蜂の巣なのは時間の問題だ。どうする？やっぱり逃げる。ついでにうちの中にいる者を連れてな。ここは俺が引き受ける。
旦那、旦那、役人が裏へ回ってます。怪しいもんじゃない。床下からネズミのような真似をして怪しくないはずはない。やめろ、怪しいもんじゃないんだ。何だったの。笹川さん、ちょっと事情説明してやってくれ。腕の立つ者ばかりを寄りすぐって向かったんです。今頃あのスローには。貴様、いつの間に。切れ、なんだっけ、相手が一人だ。この相手は俺が斬る。何？飛び道具の餌食にするには惜しい男だ。俺が斬る。邪魔するな。邪魔をしてるのは貴様たちだ。俺の邪魔をする奴は全て敵だ。クソ。撃て、こいつも構わず撃ち殺せ。俺を怒らせるな。
命の惜しい奴が俺の前に立つな。お宅だ。ここは貴様の死に場所だ。うわ、俺の前に立つなと教えたはずだ。野生浪人の分際で寺沢新十郎を切れると思ってるのか。思いやらもういい感じしろ。佐々木小次郎、折があればな。今度俺に出会うまで死ぬなよ、秋月六郎誰にもわからん。俺は豊臣の意地を抱いて再び天下を騒乱の中に巻き込む。人には狂気に移ろうとも、この俺の夢はいつか必ず成し遂げる。一生徳川の飼い犬で終わってたまるか。
くない、佐々木さん。若様をさらったのは人相風体からさして七兵衛だ。あの七兵衛と一緒なら心配することはない。徳川の手の者でしょう。どうして心配ないのです。今頃若様は徳川の手に。いや、七兵衛はおそらくそうはしないだろう。腹黒い七兵衛のことだ。涙金欲しさに命を張ってまで桂宮親子を追い求めていたとは思えない。あいつは何か考えてやる。何を、何をですか。とにかく七兵衛の手にあるうちは若様の身に別状はない。そのうち必ず取り返すんだ。さあ行こう。秋月六郎太闇の七兵衛の手に落ちた秀屋の身の上に思いを馳せ、一人山街道に立つ六郎太、波乱の行く手に何を予感するのか。たどらば一人来て二人連れ立つ運命峠。運命闘技、徳川幕府の黒幕天海僧正の密命で芸州福島藩取り潰しの企みが進む頃、闇の七兵衛の手に落ちた秀屋も広島の城下で佐渡隠れ隠密に預けられている。後を追う六郎太を狙って隠密殺し屋が陰陽王に襲いかかり、ついに柳生十兵衛と刺客たちの恐るべき刃に囲まれた六郎太は生死の境に立たされる。次回運命闘技、殺風西に走るにご期待ください。